あ、全然、あ、サンダラしてくる。あ、待って、ちょっと強いわ。あ、ファイラも撃ってくる。ちょっと待って、まずいな。待て。ちょっと待てよ。落ち着こう。え、俺なんかフェニックスの方使ってる。何してんの？土のカオス。リッチのな。ヴァンパイアの部屋に到着しました。で、この部屋を奥に過ぎて、で、この奥の部屋で、あれを使うのかな？さあ、なんだっけ？杖か。土の杖を使いましょう。これであれかな？土のクリスタルが解放されるんじゃないかなと思ったけど、これどうやって使うの？これ。どうやって使うの？これ。これでいいのか。お！隠し階段？こういうパターンですか。まだ続くのかよ、これ。アーツの洞窟 B4 階。めっちゃ広いじゃん、これ。なおさらエーテルとか買ってくればよかったよ。まあ、アイテムはなかったんだけどね。まあ、上から行くか、じゃあ。こっちかな。さ、宝箱まであと一歩届かず。一歩届かず、レイスが来ました。じゃあ、この部屋には宝箱が5つもある。そして土のエレメント。はい。あ、土のエレメントじゃない。めちゃめちゃいかついやつがいる。ハイエナドン。ハイエナドンとオーガメイジ来た。オーガの上位互換来ちゃったよ。3400。はい、これでもモンスターね。もう分かっちゃってるのよ、モンスター来るって。オッケーイ。まあ、経験値は美味しいからね。杖。あ、杖とか今さいらないね。1520ギル。そしてまたモンスター来るんですよ。スフィンクス来ました、スフィンクス。なんかスフィンクスってより、キマイラみたいな見た目してんな、こいつら。結構タフなやつ。あー、経験値美味しい。2300美味しい。そしてギルも美味しい。そしてまたモンスター来ました。そしてスフィンクス。オッケー、華麗にスフィンクスを倒して1455ギルと。次は、左上が階段で、確か左下に1個あるよね。うん。じゃあこの部屋を通りますかと思ったんだけど、どうやって通ればいい？こっちからくぐっていくのかな。で、こっちを通って、結構入り組んでるね、この道。これ上は通れるよね。こっち通れるよね、多分ね。こっちかな。こっち上を通って下ですよ。結構長いね、この洞窟。結構吉田 HP 削れてる？吉田やっぱ削られやすいな。一番前に置いてたけど、さすがに吉田がやばっこいから2番目に置いたけど。2番目でも結構食らっちゃうね。なんだったらもう、ヨシコの後ろぐらいでもいいんじゃないの、こいつ。結構食らうから。そんなことはない。さて、ここの宝箱は3つ。このうち全部モンスターと予想。はい、1つ目。はい、サンダラドーン。さすがにサンダラじゃ倒せないか。パイガまで行かないと。あ、ブリザラ使ってくるの？初めてじゃない？敵が魔法使ってきたの。ブリザラ使ってくるんだ。はい、またモンスター来ました。半分の2。そしてミスリルの盾。いいね、ミスリルの盾。もうミスリル装備揃ったんじゃないの？あ、いいじゃない。だいぶ防御力上がるじゃん。いいですね。ミスリルの盾。そして、はい、3分の3モンスター。全部モンスターなのよ、結局。1250ギル。もうギルは結構、もう10万ギル目前よ。めちゃめちゃギルあるじゃない。こんなにギルたまってたんだね。じゃあ階段を降りるかい、ドーン。さて、もうちょっとで階段かな。さ、ここ降りると、第5階ですね。まだ続いてるか。いや、ラストっぽい。あ、ラストっぽいんじゃない？この左の部屋の洞窟、左の部屋がラストなのかな？他に部屋ないもんね。おお。ついにゴールが見えましたか。経験値美味しいからいいよな、トロルとミノタウロスは。オッケー、じゃあちょっとボスっぽい部屋にたどり着いたから、一旦回復だけしようか。一旦回復だけして、ヨシミの魔力を回復させようか。エーテルを使って、ヨシミを間に2つぐらい回復させていこうか。オッケー、行きましょう。さあ、ボス戦なんじゃない？これ。土のクリスタル。
誰だ、我に話しかけるのは。お、なんだ、結構でかいの来たんじゃない。我は大地の力を喰らう者なり。人間風情に邪魔立てはさせぬぞ。土のカオス、リッチのな。リッチ来ました。わ、でけえ。ちょっと初めてじゃない、こんなしっかりしたボス戦。ちょっと緊張するね。まあでもやることは変わらないか。もうとりあえずタコ殴りにして。リッチだから絶対魔法使ってくるよな。氷魔法とか、リッチは氷魔法使ってくるイメージあるぞ俺。バコルド言っとく。バコルド言っといて、でヘイストで吉田のターンを増やす。うん、あ全然、あサンダラしてくる。あ待って、ちょっと強いわ。あちょっとまずいなこれ。サンダラしてきたか。あちょっと待って、リーチ結構強いぞ。えサンダラ防ぐやつあったっけ。あバサンダがあるね。えちょっとバサンダ打っときたいけど、 HP 的にヨシミが危ない。ということは一旦ハイポーションをヨシミに食わせる。で吉田が殴りで、ヨシコでバサンダ打っとこう。でヨシミはなんかあったかな。あラスロ、ラスロかけとく。ハイポーションでヨシミ回復。ラスロ入らないか、マジか。あじゃあもうどんどん魔法打ってった方がいいかな。サンダラ来たけど耐えるね。オッケーオッケーオッケー。じゃあもうヨシオで殴り、ヨシダで殴り、サンダラ来るなら一回バサンダの時はもう大丈夫かな。でヒーラー、ヒーラーを打って、じゃあもうこっちはファイガですよ。ファイガ、あでも全然入らないね火力。かてえな。防御力減らすみたいなかったっけ。ファイがどんぐらい入る。あファイがめちゃめちゃ入るじゃない。あファイラも打ってくる。ちょっと待って、まずいな。ちょっとリッチ強くない。あれ炎を減らすやつなかったっけ。あったバファイ、バファイを打ちます。そしてどうしよう。でも、もうヨシミはファイガで殴るしかないか。で次のターンヒーラーで回復しよう。ファイガどんぐらい入るよ。200ぐらい入るでしょ。オッケーオッケー。でねヨシオの攻撃が全然入る。あファイラー打ってくるか。うわ待って、まずい。あ待って、まずくない。回復するべきだった。ヨシコの方が動きが遅い。待て、ちょっと待てよ。落ち着こう。ハイポーションで、ヨシコは優先に回復させたい。で、ハイポーションでヨシミも回復させておきたい。で、ヨシコはヒーラー。ヨシコはヒーラーで、ヨシミはできたらエーテルをヨシコに食わせたい。え、俺なんかフェニックスの王使ってる。何してんの？何してんの？フェニックスの王使ってんだけど。もったいない。何してんの？マジで。ふざけんなよ。まあ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 、しょうがないか。どうしよう。まあ、エーテル食わせでしょ、ヨシミに。ちょっと待って、いきなり敵強くなりすぎだな。ヨシミに、エーテル。で、吉田は、まあ、エーテル。ヨシコにエーテル。ヨシコは、どうしよう。まあ、ヒーラーか。ヒーラーするしかないな。で、ヨシミでファイガ。これで行くしかない。うわ、エーテルもっと買っておくべきだった、マジで。なんであそこアイテムやない。おーっと、倒した。あぶねー。あぶねー。めちゃめちゃ強かった、リッチ。初めてこんなに、やべえ、全滅するかもと思ったわ。まあ、一回全滅したんだけどね、雑魚戦で。あぶねー。さあ、リッチを倒して土のクリスタルを解放するのかな。
解放されたんじゃない？土のクリスタル、土の祭壇、大地の力が湧き出るところだ。いいね、これであのメルモンドの町が解放されたんじゃないの？この魔法陣はあれか、脱出用みたいな。あ、嬉しい、この脱出用の魔法陣マジで嬉しい。さすがにもうあの長い道変えたくなかったからな。じゃあ、外に出れたので、メルモンドの町に行きましょう。さあ、もうリッチを倒した俺の前にこのウォーグルフなんて相手ではありませんわ。はい、サンダラドーン。いや、結構マジで危なかったね、ボス戦。あの、エーテルと、ハイエーテルみたいなやつないの？ハイエーテルみたいな。エーテル1しか回復しないから、ちょっと全然使えないんだよな。ちょっと絶対もっとアイテム買っとくべきだね。さあ、メルモンドの街に帰ってきましたが、街の様子はどうなってる？大地復活した？戦士たちよ、クリスタルに祝福を。光の戦士たち、あなた方のおかげで、大地が元に戻っていきます。おー、やっと戻ってきたか。光の戦士ことヨシファミリーのおかげで。だんだんと、大地が戻っていくんじゃないの？ワッツ、光の戦士たち、あなた方のおかげで、大地に緑が戻ってきています。メルモンドの街は、これで安泰かな？次はどこに行けばいいんだろうか。今のこいつの話を聞く限り、北に向かえば良さそうなのかな？そうだね、北に行って、飛空艇とかをゲットできるのかな、そろそろ。そうだね。じゃあ、ここいらで一度一応ねんね。ここいらで一応ねんねかましますか。さて、もうメルモンドの町でやることはなさそうかな。お、土のクリスタルに光戻ってるじゃない。1/4。ようやく一つ、1/4終わりましたが、土のクリスタルが戻りまして。じゃあ次に、他のクリスタルも戻しに行きますか。